普天間基地の返還合意から間もなく20年になります。沖縄県宜野湾市では基地の現状に抗議する集会が開かれました。1996年4月12日当時の橋本総理大臣とモンデール駐日大使が会見を開き、普天間基地の返還に合意したと発表しました。宜野湾市では合意から20年近くが経っても変わらない現状に抗議する集会が開かれました。集会にはおよそ200人が参加し、普天間基地は返還されるどころかオスプレイが配備されるなどますます危険になっているなどと基地の危険性を指摘する意見が相次ぎました。また日米両政府に対し普天間基地の閉鎖や辺野古への移設計画の断念などを求める仲介決議が採択されました。